まだはっきりとしたことは解明されていませんが、一つは生まれた川の水の匂いを覚えているからだと言われています。また3年から4年の間、自分が泳いだ位置であったりコースについても、どうやって知ることができるのかということもまだ分かってはいないのですが、おそらく、海流に乗ったり、また昼間の太陽の位置や、あと地球の時期によって方角を決定しているとされています。八戸では仁井田川で見ることができます。遡上の時期は9月から11月頃と、言われていて、マリエントでも毎年仁井田川漁業協同組合様から鮭の受精卵を提供いただいて、毎年、白鮭の飼育展示を行っております。体内の卵の数は1000個から6000個と個体差があるようです。1回に約3000個ほどの卵を放出するとされていますが、場所を変えて数回に分けて産卵するようです。